こんにちは、ロジャー堀です。来週の日経平均がどうなるのかを、また考えていきたいと思います。今週はですね、意外とですね、日経平均は上げ下げをですね、大きな動きが出ましたね。2つのですね、そこには要因があったかと思うんですけれども、1つはですね、ETF、上場投資ですね、投資信託の ETF がですね、分配金をお客さんに払うためにですね、月末近くになって、売却をしてきたということですね。で、月末から月初にかけて、このですね、資金の確保のために売却をしてきたと。で、もう一つはですね、ちょっと我々もですね、油断していたんですけれども、ソシオネクストというですね、半導体ベンチャーのですね、会社。で、この会社がですね、日本の大手企業がいくつか株を持っていたんですが、海外でですね、この株を売り出すというニュースが出ました。で、このニュースでもってですね、このソシオネクストがですね、ストップ安になりですね、ちょっと大きなニュースに今なりました。ただこの動きはですね、ここしばらく、ずっとですね、株式の持ち合いの解消であったり、そういったものが日本の企業は続いておりますので、今更驚くことではないんですが、株式市場にはですね、少し影響を与えたかなというふうな感じになりましたね。で、一方でですね、今日は金曜日なんですけれども、今晩ですね、米国の方では雇用統計の発表があります。で、この雇用統計の発表ですね、これによってまたニューヨークの市場がですね、結構荒れる可能性がありますね。で、そういったことをちょっと踏まえまして、今週がですね、一体どうなるのかというのをですね、このチャートを見ながら、ご説明をしていきたいというふうに思います。こちらのですね、日経平均のチャートをご覧になっていただくとですね、このあたりですね。このあたりが先週、今週の動きだったんですけれども、ほぼですね、3万2千円から3万4千円の間の、狭いレンジの中をですね、動いたと。狭いレンジでもないですね。広いレンジと言ったりでしょうかね。を動いたという形になりました。で、ちょうどですね、前回のこの時間にもですね、申し上げたんですけれども、一旦ですね、日経平均が、この25日の移動平均線まで下がったことによってですね、それほど大きな反発力がなくなってしまってます。でですね、このそれほど大きな反発力がなくなったということで、ほぼですね、今後もですね、この3万2千円から3万4千円のボックス圏を動くんじゃないかと、そういうですね、見通しをすることができるというふうに思います。で、一方でですね、例えば、日経平均とですね、親戚のような指数のトピックスというですね、大型株の指数があるんですが、このトピックスの指数はですね、実はこの6月の時の高値を今回抜いてるんですね。で、しかもこの下値もですね、前回の下値のよりも上の値段で下げが止まってる。ですので、トピックスの方はまだ実はかろうじて上昇基調を維持してるんですね。で、もう一つですね、マザーズ指数、小型株のですね、指数であるマザーズ指数の方は、日経平均よりもですね、大きく下がりました。大きく下がったんですが、今日ですね、ものすごい勢いで反発をしています。でですね、そういったトピックスとか、マザーズ指数といったですね、そういう、親戚といったらいいんでしょうかね、の指数の動きをですね、参考にすると、日経平均というのはですね、実はそのトピックスの動きと、マザーズ指数の動きのちょうど中間ぐらいの動きをしやすいんですね。で、そういうふうに考えるとですね、やはり来週、材料なんていうこともあります。今晩の、そのニューヨークの、雇用統計以外はですね、若干材料難になります。で、そういったことも考えるとですね、やはり3万2千円から3万4千円の間をですね、動いてくれるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、もし、上下どちらかにですね、大きく動くようなことが生じるかと、生じるとするとですね、やはりその原因は為替かというふうに思います。もしですね、雇用統計でサプライズ的な動きがあってですね、大きくドル高、あるいは逆のドル安に触れるということになるとですね、この下落の方がですね、どっちかというと怖いですね。3万2千円で今、これ以上の下落がないような動きになっているんですが、もしですね、円高、あるいは逆にですね、大きなドル高というのもちょっと怖いです。どちらかが出た場合はですね、日経平均は3万円そこそこのところまでですね、下がってくる。そういう可能性が出てきてしまうんじゃないかなというふうに思います。ただ、その確率はそれほど高くはないと思います。やはり来週はですね、この3万2000円から3万4000円の間を動く。で、先週もちょっと申し上げたんですが、この高値を抜いてくる動きが出るまでにはですね、若干時間がかかります。9月ぐらいまでですね、かかる可能性もあります。
ですので、皆さんこのボックス圏の中の動き体ということをですね認識して、あまり高いところでついていかないように、できればですね3万2000円近辺のところでですね、申し込むといったような動きの方が手堅いんじゃないかなと、そんな風に思いますので、皆さんこう、全体の相場をよく見ながらですね、そしてトピックスやマザーズ指数の動きもよく見ながら、チャレンジしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。よろしくお願いします。